はい、こんばんは。前回は、足の裏のマッサージをしていたので、今日はふくらはぎのマッサージをしていきたいと思います。で、前回のかかとの向きとか足の裏の向き、状態、土踏まずの状態を踏まえてやっていくと、より、足、ふくらはぎの形を良くしたりとか、あと疲労のたまりやすさを変えていくことができます。どうしても、偏った動きの状態だと足がむくみやすくなったりとか、ふくらはぎ疲れやすくなったり、つりやすいとかも出てくるので、ふくらはぎの状態と、あとかかとの向きと合わせてやっていくことをお勧めします。それではやっていきます。で、ふくらはぎ、は、大体がこっちがこう張り出たようになってる人、で昨日のかかとの倒れ方で外側に倒れてるような人はここが張りやすくなってきます。で、こうなってる人はここが伸びきってしまうので、ここが突っ張ったような状態にもなりやすいです。で、あと反対側ですね。反対にこっちの人はここがふくらはぎの内側が使われにくくなるので、伸びきった状態で、こっちはすごく固まってくるので、ここは硬さが出てきやすいところですね。縮こまって固まってきます。で、どっちの足にしても足首のこの極端な状態ができるので、足首がこうまっすぐというか、こうくびれのない足首になりやすいので、足首の、綺麗さとかを求める人も、こう足の向き、かかとの向きを合わせて一緒にやっていってください。で、むくみとか疲労が気になる人はまたこの形を整えることで、足の疲労度が変わってくるので、こうなってる人はずっとこっちが使われてて、こっちが使われてないような状態、反対とは反対になってきますが、そういう状態になってくると偏った疲れ方が出てきて、むくみやすくなったり、つりやすくなったりとかも出てくるので気をつけてください。あとこうつま先がこっち側に、足首を伸ばすような形になって、こう曲がりにくい人、逆に伸びやすい、曲がりやすいんだけど伸びにくい人っていうのもいると思います。これもかかとの位置取りとかも関係してくるので、まだ足の裏の、マッサージをしてない人は前回の動画を見て足合わせてやってみてください。概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらをまた見てください。それでは、やっていきます。前回のところで重要になるといった、この部分、足のラインを整えたりとか、あと足の支え方をに関連してくる後脛骨筋というと、この末端の方になってくるので、この内側の骨の際の部分っていうのは硬さをしっかりと取っていきます。で、こうワンポイントとしては、足首の動きを揺れながらこすっていってあげると硬さ取れやすいです。どうしても筋肉とかの、よく最近聞く筋膜とかの、固着がひっついた状態が動きを悪くしたり偏らせてくる部分が出てくるので、そういうのを取るのにはこう少し動かしながらやってあげると硬さが取れやすくなります。で、手でやる人はこういうふうにこの指の角などを使ってこういうふうにやるとやりやすいです。これを親指でやると押さえる力とかが必要になってくるので、ちょっと力
を必要としてくるので、手が疲れます。でもうせっかくなので内側、ふくらはぎの内側もこうして、まず全体少し温めるようにしていきます。でこのアキレス腱に近いところはもう腱といって筋肉ではないので、この辺はまずしっかり温めることが重要になってきます。ここを特に強く揉んでもどうにもならないので、揉みたい人っていうのは気をつけてください。マッサージで、この回では何回も言うようになると思いますが、マッサージは強く、揉めばいいとか、長々ととにかく押し続ければいいというものではないので、その辺は、強く押したい人、揉みたい人っていうのは注意してください。無理やり力強く押さなくても、まず表面の硬さを取っていったら自然と奥の方までだんだんと届きやすくなってくるので、根気強く、日にちを重ねて表面の硬さは取っていってあげてください。1回で取ろうとすると体を痛める元となります。ちょっと見えにくいかな。で、ここがこういう感じで出て、ふくらはぎが太くなるんだよっていう人は、まずは結局はこのかかとの向き、足の向きがこうなってると出てくるので、こう伸ばしてあげることで、伸びにくくな、繊維が伸びにくくなってるので伸ばしてあげるように少し押さえながら押し伸ばしてあげるような感じでこすっていきます。手でやる場合はまたこの指のところを使ってちょっとグーな感じにして、グーッと押さえながら伸ばしていきます。この辺は結構このマッサージツールがあるとすごく便利なので、また概要欄に貼っておくので、しっかりやっていきたい人はぜひ使ってみてください。で、またこの足首の動きを使います。こう曲げながら反対に、この伸びる動きに逆らうようにしながらこのプレートを動かしていきます。こうやって全体的にやっていくと突っかかる部分っていうのが分かってくるので、自分がどの部分で一番突っかかってくるのかっていうのを少し探りながらやっていきます。例えばちょっとここが突っかかるなと思う人はここをちょっと重点的に、でここで突っかかりがある人はここを重点的にやって、筋肉の繊維の滑りを良くするようにしていきましょう。で、あとは少しこっち側にこう内側にせり上がってきた分を、筋肉をこうこっち側を固まってるので骨から離してあげるような感じで
やっていっておくと筋肉がいい位置に戻りやすいです。あまりこう、なんていうんだろう、内外の癖が強くない人でも、足に疲労が溜まってたりすると偏って出てきたりとかしやすいので、この辺はこうやっていい位置に戻していってあげることが足の疲労を回復させるために役立ってきます。で、ここは伸びきってしまってる人、伸びきってしまってる人はまずこう動きやすくしていくので、今も同じような流れでやっていってもいいですが、少し曲げながら曲がる方向へ動きやすくしてあげるように、誘導してあげるようにマッサージすると足の動きが良くなりやすいです。で、寄せるようにしてあげるのもいいですね。はい、では外側行きましょうか。すねと合わせてやっていきます。ではまずすね、すねも全体的にこう、まずは表面温度を上げていくようにします。手でやる人はしっかりとこう擦ってあげたりとか、ちょっとグーにしてこう、あまり押さえるような感じにせずに擦っていってあげてください。これがまあ準備運動みたいなもんですね。だから、かかとが外側にこう倒れてる人になってきますが、ここが固まってる、親指からずっと上がって骨の際が固まってることが多いので、まずはこの周りを、この付近をしっかりとやっていきます。で、これもこう中に寄ってきてるパターンもあるので、特にこのすね、から半分から下なので、ちょっといい位置に戻るように外側へ、やっていきます。で、あとはここのちょうど足首の真ん中らへん、ここで、こうなって固まってたりとか、こういう人もそうですね、ここで固まってたりとかするので、この真ん中の部分を、こうが見やすいかな、この真ん中の部分を塊を取っていきます。この辺の状態を良くしておくと、むくみとかも割と出にくくなります。足とすねのこの位置取りで曲がりやすさとか曲がりにくさっていうのが変わってくるので、そのうまく足が、すねが足元に乗れるように柔らかさ、硬さを、極端なやつを取っていきましょう。こういう人は硬さがすごくこう張って出てきやすいので、縮めてあげるようなつもりでやっていきます。それもこう曲げながらやったりとか、
するのも一つ硬さを取るポイントとなります。で、X 脚気味の人はこの小指側のラインっていうのが固まりやすいので、この周りはしっかりと外くるぶしから上のラインを硬さを取っていきます。で、縮こまっていることが多いので伸ばしてあげるようにしていってあげてください。こう足首の動きを入れてこうするのも打つ改善しやすいやり方となります。で、またこう硬くなってるとこうちょっと少し念入りにやるようなつもりで外側の真ん中というか真横というか、ここにもここを引き上げてくれる筋肉があります。で、外側にかかとが倒れてる人はここは伸びます。で、内側に倒れてる人はここが縮こまります。なのでそれを踏まえてやっていきます。伸ばすように外側にこう倒れてる人は伸ばすようにやって、で、内側に倒れてる外側に、こうなってる人は伸ばすようにやって、こうなってる人は縮めるようにやっていきます。だんだんごちゃごちゃになってきました。しっかり動けるようにやって状態を作っていってあげます。ちょっと動きをスムーズにしようって思うときは少し圧を強めにしてもいいです。基本セルフマッサージの基本は押しさすると思ってください。だんだんこうやれることが多くなってくると、いわゆる揉んだりとかっていうような方法もありますが、あんまり揉んだりとかしだすと結構とにかく硬さが取れるまでみたいな感じになりやすいので、僕は揉むのはあまりおすすめしません。次、このふくらはぎの外側、後ろ側ですね。で、さっきちょっとかぶるっちゃかぶるんですが、くるぶしのこのここのラインから上がったライン、ちょっとアキレス腱のところですね、これを硬さを取っていきましょう。ちょっとやりにくい場所にはなってきますが、多分見せながらっていうのを考えなかったらそこまでやりにくくないと思うんで、この内側と外側のラインが整ってると足首が、締まって見えます。O 脚気味だろうが X 脚気味だろうがどっちかに偏ってるっていうのは、やっぱり足首が綺麗に見えにくいので、足首を綺麗に見せたいなって思う人は
この足の向きを整うようにマッサージしていきましょう。むくみが気になる人とかっていうのも当然同じことにはなってきます。もうちょっと見えるかどうか。見えるね。あとは全体を見えるように今立ち上がってますが、座ってやれます。全体をこうやっていきます。で、かかと、つま先を上げて、かかとをここふくらはぎを伸ばした状態でやったりとか、つま先で立ちでやったりとかして、土踏まずじゃなくて、足首が伸びにくい人はこういう形でよく縮まりが出やすいようにやってあげるとなお良いです。で、曲がりにくい人はこの状態でここが伸びやすくなるように、やっていきましょう。これをまあまんべんなく、内側も外側もまんべんなくやっていって、それをこの膝の裏ぐらいまでやっていきます。ちょうどここも膝の太ももの裏側のところと、ふくらはぎの筋肉の端っこが交わるので、この膝の裏もしっかりとやってください。ちょうどここ真ん中にこう塊があるのが分かると思うんですが、そこがふくらはぎの筋肉の端っこです。で、両サイドこの部分がももの裏の端っこなので、ここが固まらないように隙間を作るようにやっていってください。そうすることで膝の裏が動かしやすくなってきます。ちょっと今この状態ではやりにくいんですが、まあ、自分で一人でやる場合だとこういうふうにやっていって、で、膝の裏も真ん中と外と内を分けるようなつもりでやることができます。で、大体これでざっくりとふくらはぎすね、膝から下のマッサージ、これで終わりです。よいしょ。で、このマッサージをした後に動きをより良くするためにストレッチを一つ入れておくとより効果的です。ちょっとこれで代わりにやります。これじゃあこれで代わりに、これ壁、この緑壁と思ってください。つま先をつけて、見えるかな、つま先をこう上げてこういう風につけて、で、膝を伸ばした状態で壁に寄りかかる。これふくらはぎ全体のストレッチになります。親指側とか、小指側とかにかからな、だけにかからないように、指全体に圧力が、体重がかかるように足をセットしてください。で、そのまま膝を伸ばして体重をかける。そうするとふくらはぎ全体、表の筋肉がよりよく伸びます。で、これで膝をちょっと曲げてあげる。膝をもうちょっと曲げてあげると、この表面の筋肉より奥の筋肉のひらめ筋というところのストレッチになります。なので、これ両方ともやってみてください。
で、つま先、足が曲がりやすいけど伸びにくい人っていうのはこういう風にストレッチをしておいてください。自分の角度で無理なく。で、こう見た時にこうなりやすい人とかこうなりやすい人とかいるので、しっかりとまっすぐなるように足をセットしてやります。その時にこのぐらいしか、例えばこのぐらいしか伸びないとか、こうなる、こんなにならないとかっていう場合でも、自分の角度を作ってやってみてください。立ってやると難しい場合は椅子とかに座ってやるといいと思います。今日は、ふくらはぎのストレッチじゃなかったマッサージ、足のラインをきれいにするマッサージをやっていきました。ではまた、太ももとかもやっていこうと思います。ではこれで終わります。バイバイ。